次のジャンルはブレイクダンスっていうジャンルになります。軽くブレイクダンスについて紹介させていただきます。ブレイクダンスっていうのは主に4つの要素が含まれています。立って踊るトップロックっていうものと、手を地面につけて足さばきを見せる、フロアっていうものと、あとは頭とか背中でくるくる回ったりするパワームーブっていうものと、あとは動いてる最中にピタッて動きを止めるフリーズっていう、この4つの要素を含んだジャンルになります。男の子特にだと思うんですけど、アクロバットをちょっとやってみたいなって人、女の子がもちろんやってみたいなって人はぜひブレイク。ちょっと見る限り女の子が多いんですけど、なんとなくね、ちょっと多いですけど、私は全員女の子で、大学から始めたりちょっと昔からやってたりするけど、ブレイクダンスすごく楽しくできてるので、ぜひぜひぜひ女の子もようこそって感じなんで、まあもちろん男の子もね。なので、もう筋力が自信ない、体力がないとかっていう人も、もうやってみたら意外とできます。めっちゃ楽しいんで、ぜひ来てください。じゃあ、今から踊るのは、先ほどガールズの皆さんの踊ったのはショーケースっていうものなんですけども、今から踊るのは、サイファーっていう、ブレイクダンスの醍醐味の一つで、一つの音楽に対して自分の好きなタイミングで思うように体を動かして踊る、のびのびとしたダンスになります。では早速始めていきたいと思います。ブレイクダンスです。どうぞ。ステージとスピーカー、ペン先とペーパー、マイクフォンとピースでどこまでもハイジュース、ステイトゥースペインマスターとバウチェンが一気からオープン。ありがとうございます。ブレイクダンスでした。今は個人技なような感じなんですけど、この後のブレイクは
まあ、過去にないブレイクダンスのショーケースを作ってあるんで。